バターで炒め、塩コショウで味を整えたら、温泉卵と盛り付け、そしてただ仕上げに葛西橋東順次こういったワイヤー肉手料理のビスマルチが完成。ポピュラーなイタリア料理を冬野菜でアレンジしたひと品。さあ、そのお味は？絡めて、はい、食べちゃったり。